東京サンライズ号東京サンライズ号東京サンライズ号は東京都と山形県内陸部の村山、最場地方を経由し、新城市を結ぶ予約指定制の高速バスである。全席指定制なので、あらかじめ乗車券を購入しなければならない。現在では東京と最場地方を結ぶ直行交通機関として山形新幹線があるが、 両地へ早朝に到着できることや新幹線に比べて安価であること、利用者無料駐車場の設置などにより根強い人気があり、夏季や冬季の繁忙期には山高バス型営業所からの応援も含め、貸し切り車による続行便を多数設定し運行している。なお、船形町、小花沢市、佐賀江市からは、首都東京都の唯一の直行機関となる。 東京駅アイス通り上野駅前、浅草駅前、山形県庁前から、山古ビルバスターミナル、佐賀営業所天道社小前引く、国道13号桜んぼ東根駅前、村山駅前小花沢町合所船長田十字路、新城駅前所定の休憩箇所は、下りは東北自動車道のハブパーキングエリア、上りは山形自動車道の古関パーキングエリアである、 毎年8月24日から26日に開催される新城祭りでは新城市中心部で交通規制が敷かれてバスが新城駅前に乗り入れできないため山高バス新城営業所に臨時停留所が設置され営業所始発終着で運行されるかつて使用していた東北急行バスのボルボアステローペありがとうございます